日本一早く感じた左腕。現代のプロ野球では、160キロを超えるストレートを投げる投手は珍しくありません。2022年3月27日には、ロッテの佐々木朗希投手が、日本人最速の164キロを計測。速いストレートはファンにとって夢があり、いつしか170キロを記録することに期待しているのです。 しかし、保守として2963試合に出場し、世界で一番投手の球を受けてきた谷繁元信氏は、最も早く感じた左腕として山本正投手の名前を挙げています。なぜ谷繁氏は平均130キロ台のストレートしか投げられない山本投手の名前を挙げたのでしょうか。そこで今回は山本投手の経歴を振り返りながら、 日本一早く感じる左腕と評価される理由について掘り下げていきます。50歳まで現役だった男。1983年のドラフトで中日から5位指名を受けて入団した山本投手。当時中日のエースだった小松達夫投手の投球を間近で見て、とんでもないところに来てしまったと、とプロの壁を痛感したといいます。 入団後4年間は未勝利に終わっていた山本投手に転機が訪れます。1988年、アメリカに留学していた際に、チームメイトの内野手が遊びで投げていたスクリューを教わり、これが山本投手にフィットしたのです。帰国した山本投手はスクリューボールを武器に、1990年に初のシーズン10勝を達成。同じ左の今中慎二投手とともに、 ダブルエースとしてドラゴンズを支えていったのです。山本投手は引退までに数々のタイトルを獲得、最多勝3回、最優秀防御率1回、最多奪三振1回、最高勝率1回を受賞しています。年齢を重ねても衰えを感じさせない投球を続け、2008年に通算200勝を42歳で達成しました。先発勝利やノーヒットノーランなど、 数々の最年長記録を持つ山本投手。2015年10月7日の広島戦で、プロ野球史上初の50歳での公式戦登板も果たしています。1軍出場だけをカウントされるプロ野球実動年数は、工藤君康氏と並んで最多の29年を記録したのです。プロ野球生活32年間で581試合に登板し、219勝165敗、 五セーブ、防御率3.45という球史に残る成績を残しました。ノーヒットノーラン達成日は、数々の最年長記録を持っている山本投手。その登板で最も印象深いのが2006年9月16日の阪神戦でのノーヒットノーランです。当時のセリーグは2003年から2006年まで、阪神と中日が交互で優勝をする、 流行時代と呼ばれていました。この試合でスタメンマスクを被っていた谷繁氏は、自身の著書で山本投手と阪神打線について次のようにコメントしています。この日は阪神打線全員が山本さんの全球種に不思議とタイミングが合わなかった。ストライクゾーンの中に入ってくる投球がそこそこ良かったけど、ここまでタイミングが合わないかという状況だった。当時は予告先発制度がなかったため、 阪神は右の朝倉健太投手が先発すると予想していました。予想が外れたとはいえ、ここまでタイミングが合わないのは、谷繁氏も想定外だったのです。回を重ねるごとに期待されるノーヒットノーランへの期待。当時の心境について山本投手はスポーツ紙の取材で、どうせできないや、というのが本音なんですよ。8回終わった時には、やんなきゃもったいないなって感じでした。とコメントしています。 谷繁氏には打たれない自信がありましたが、この日のリードはいつもとは違うものでした。僕は普段相手打者の狙い球を外そうと考えるけど、タイミングの合わない阪神打線に対して、この日のリードは実に大まかなものでした。このあたりにストレート投げとけばファールでカウントを稼げるな。このあたりにカーブ投げとけばタイミングを外せるな。危ないボールは多くありましたが、 阪神打線はなぜかミスショットを繰り返し、全く対応できませんでした。最終回を迎え、相手にプレッシャーがかかる中、谷繁氏はカーブやスクリュー中心の配球に切り替え、山本投手をノーヒットノーランへ導いたのです。変化球を多用した理由について、山本氏の YouTube 番組に出演した谷繁氏は、遅いボールって力みが入ってミスショットも増えるから、緩い球を使った。 とコメントを残しています。序盤から見せてきたストレートが良かったからこそ生きたリードなのではないでしょうか。最後の打者、赤星のり選手にもど真ん中のスクリューのサインを出しサードゴロに打ち取りました。山本投手はわずか97球で41歳にしてノーヒットノーランを達成したのです。対戦打ち分けは打者28人に対して脱三振後、 内野ゴロ9、内野フライ5、外野フライ8、失策1と何かに偏ることなく打者を打ち取りました。また山本投手は4回にエラーしてしまった森野正彦選手を気遣い、あれがあったからこそ達成できた、と人間味ふれるコメントを残しています。41歳でのノーヒットノーランは9回に衝撃を与え、ファンの間では伝説の試合となっているのです。 谷繁が語る山本正の魅力山本投手が長い間活躍でき、打者を抑えられた要因はどこにあるのでしょうかそれはストレートがスピードガンの数字より速く見えることです谷繁氏は山本投手のストレートが速く感じる理由について次のようにコメントしています山本さんは身長186センチで、投球は角度があるし、球離れが遅いので、 ストレートは135キロ前後と遅いが速く感じる。谷繁氏は横浜時代に山本投手と敵として対戦した経験があり、ストレートを速く感じていました。しかし2002年にドラゴンズに移籍してきて、山本投手のボールを受けてみると印象が違ったと言います。大きいし近いなと思った。だから差し込まれるんだなと。ただ保守として受けてみると、ボールはすごく遅く感じた。 川上健心と正反対だった。健心は打席に立つより、守として受ける方が迫力を感じた。また、山本投手の特徴といえば、大きく振りかぶるワインドアップ。ワインドアップは、テイクバックをしっかり作ることができ、ボールが見えにくくなるだけでなく、山本投手は身長が高いため、迫力がさらに増すのです。元巨人の清水隆幸氏は、 山本投手について次のようにコメントしています。左打者からすると球の出どころが見づらい。僕は日米野球にも出場したが、対戦したメジャーリーガーも含めてあんなに速く感じる投手はいない。左打者は左投手と対戦する際に背中からボールが向かってくるため恐怖心が生まれ打ちづらいとされています。さらに球の出どころが見づらいとより一層ボールを速く感じるのです。 では右バッターなら攻略しやすいのでしょうか。谷繁氏は右バッターが山本投手と対戦する難しさについて次のようにコメントしています。内角に入ってくるストレートがクロスファイヤーで角度がある。カーブも中に入ってきてスクリューが外角に落ちていく。右打者にはクロスファイヤーがあるためスクリューを打ちに容易に踏み込むことができないのです。玉の出所の見えづらさや 抜群のコントロールを武器に、打者を翻弄したからこそ、これだけの成績を残せたのではないでしょうか。さらに谷重氏は、山本投手が50歳まで現役を続けられた理由について、次のようにコメントしています。神宮球場は、春秋は寒く、夏は猛暑になる。名古屋ドームは快適で、選手生命が伸びるという人もいるが、みんな体のケアであったり、トレーニングをしていた。 山本さんがその最たるものだった。中日で40歳を超えて現役を続けた選手は多くいます。同じ投手では、岩瀬人樹氏は44歳、山井大輔氏は43歳まで現役を続けました。山本投手の姿を見て、トレーニングや体のケアを続けていたからこそ、長くプレーできたのではないでしょうか。谷繁氏が最も早いと感じた、 130キロ台のストレートは日々の努力により50歳まで維持し続けていたのです。ストレートが早く感じる理由。球界のレジェンドである野村克也氏は山本投手の投球について、お手本みたいな投手、プロ野球の投手は全員山本投手を見学、一球一球に意味がある、と絶賛していました。野村氏は山本投手の投球を見守り、 133キロで三振を奪うことに驚きを隠せませんでした。谷繁氏と野村氏が惚れ込んだストレートを山本投手自身はどのように評価しているのでしょうか。山本投手はある取材で自身の投球術について、自分に投球術なんてない。こうしたら早く見えるよ。とか、こういう風にしたらいいよ。なんてないんですよ。説明できない。とコメントしています。 山本投手は自身で意識してストレートを早く見せていたわけではないのです。ではなぜ打者は130キロ台のストレートを打ち損じているのでしょうか。山本投手は投球する際、保守の意図を他の投手より読み取って投げていたと明かしています。保守のサインをただ見て投げるんじゃなくて、これはボールが欲しいのだろうな、とか、ここは勝負しなくていいんだろうな、とか理解して投球していた。 ストレートを早く見せているのは保守の手柄であり、サイン通り投げ込むことにより、打者の逆をついて翻弄していたのです。山本投手は保守のサイン通りに投げるためには、スピードよりコントロールの方が大事だと語っています。早く見えるというのは、その感覚は僕だけのものになります。実際スピードというのは、スピードガンのスピードですから。山本投手は現役時代、 保守のサインにほとんど首を振らない投手でした。保守のリードを読み取り、同じイメージを作り上げて打者を打ち取る。日本一早く感じた左腕として評価された山本投手の力を引き出していたのは谷重氏自身だったのです。山本投手が積み上げた219の勝利数は、保守のミットを信じて投げ込んだからこそ生まれた数字だったのかもしれません。 谷繁氏が日本一早く感じた左腕、山本投手。山本投手のストレートを早く見せる術は、投球フォームと頭脳にありました。山本投手を超える息の長い投手が、再び現れることを期待したいですね。